2021年、令和3年11月、9日火曜日です。ライフワークバランス、ライフワークバランス、生活と仕事のバランスですね。うん、安倍総理、岸田総理は安倍元総理を 来月上旬にマレーシアに特使として派遣することを意向を固めたことが分かりました。複数の政府関係者が明らかになるまで、マレーシアが日本を開発モデルと導入したルックイースト政策が来年40周年を迎えるのを前に、安倍氏が現地を訪れ、イスマイル・サブリ首相と会談する方向で調整を進めるということです。政府は国会日程の見定めたで最終決定をする方針です。また安倍氏が出身派閥で党内最大の細田派、11日にも復帰し、次期会長に就任するのが分かりました。うん、次期会長、細田派の次期会長、今度は会長の細田博之元官房長官、次の衆議院選挙議長に出場を受けたものです。うん、懐かしいですね。アベノミクス、ライフワークバランス。うん、アベノミクスライフワークバランスです。うん、懐かしいですね。うん、今度、今度、次期会長なんですね。次期会長なんです。細田派の次期会長なんですね。うん、二階派は岸田文雄さんですかね。はい、失礼します。